太陽と踊れの花咲かおです。ちょっと目線がピッチ動いたらもう一回お願いします。太陽と踊れの花咲かおです。この速さでなんかすごくたくさんのことを経験させていただいてるなって思ったのが一つで、ファンの方たちも一緒についてきてくれて、だからこの太陽月曜ができてるんだなって思ってます。私は MV 撮影が一番残ってて、一番最初に撮ったのがあっち向いてウェイウェイの MV なんですけど、あっち向いていないでちゃんとこっち向いて、なんてしたって勝負なんです。ほらすごいお菓子がいっぱい用意されてたんですけど、それをもんちゃんと食べまくった記憶があります。初めての MV 撮影だったので、私わからないこといっぱいだったから、なんか事前に他の方の MV 見たりして研究してきたので、すごいそれが出せて、そのスタッフさんからも褒めていただけて嬉しかった。ジャック・ギブ・ポップで私がメインっていう風に言っていただけてる曲なんですけど、プレデビューのスパークで披露した時と12月3日のワンマンライブで披露した時の出来の差がやっぱ目に見えて分かって、でなんかだんだん成長してきているなって思ったので、この曲はずっと歌い続けていきたいなって思います。レコーディングでもやっぱり落ち喋が私本当に苦手で、タイミングが苦手だったので、どれも一緒ですね。時期時期になんかすごいピアノとかでリズムを教えてもらってみたいな感じだったので、すごく思い出に残っています。前回はすごくぐちゃぐちゃになってしまったのが残ってるんですけど、なんかバンドさんの紹介のとこですっごいことになってしまって、いざバンドさんの顔パッて見たら、やばいやばいやばいってずっと顔してて、と思って、その後みんなで謝りに行ったのもちょっと思い出に。やっぱり新メンバーを迎えた新しい太陽月夜ということで、パフォーマンスでもあったり、そのライブの煽りとかでもあったり、すべてを成長した太陽月夜が見せれたらいいなと思っています。次は絶対成功させて楽しいバンドライブになったらいいな。私の目指すアイドル像は可愛いです。やっぱり外見だけでなくて内面とかもパフォーマンスとかであったり全部可愛くいきたいなって思っているので、これからもアイドルでいる限りは可愛いを貫いていきたいなって思っています。夢を叶えられる場所であり、それを仲間と一緒に喜んで分かち合える場所です。